宮ヶ瀬湖のイルミネーションが結構すごいらしいので、今日はねそれを見に行きたいなと思ってバイクの場所の深夜です今ですね、なんすか、現地レポですか。はい、皆さんこんにちは、エスプレッソライダーです。今僕は宮ヶ瀬の方に向かっています。で、今日はね、あの宮ヶ瀬の方で何をするかというと、今クリスマスシーズンということもあって、宮ヶ瀬湖のイルミネーションが結構すごいらしいので、今日はねそれを見に行きたいなと思って宮ヶ瀬湖の方に向かっています。12月に入ったらもう、あの宮ヶ瀬方面は凍結の恐れがあるので全然もう寄りつかなかったんですけど、まあそういったこともあって、宮ヶ瀬湖のイルミネーションがすごいっていうのは全然知らなくてですね、ぜひね今日は行ってみようかなと思ってます。開催時期がちょっとうる覚えなんですけど11月の多分中旬ぐらいから12月の25日までやっているみたいで、時間の方が午後3時から午後11時ぐらいの間で、開催しているらしいですね。で、今時間の方が、午後3時なので午後5時の開演に合わせてつければいいかなと思って今向かってます。おお、一気に寒くなってきた。電熱オン、やっぱ電熱あったかい。これはやめられないな、あったけなんだろう、この地面がね微妙に湿ってんの怖いんですけどまあそもそもね、男一人でねイルミネーションを見に行くっていうのも寂しいんで今日はね、あのイルミネーションを見てすぐ帰りたいなと思います。まあちょっとね、宮ヶ瀬のホームページで見ただけなんですけど、30メートル以上のクリスマスツリーに1万球ぐらいの LED が装飾されて、まあ、すごいスケールらしいので、すごい楽しみですよね楽しみかなまあぶっちゃけあんま興味ないんですけどねあんまりイルミネーションとか興味ないんですけど、皆さんにね綺麗なイルミネーションをお届けしたいので、今日はねちょっと寒いですけど頑張って撮影していきたいなと思います。うわー、すげー綺麗。おー、見えるかな、気持ちいい。すごいね、空気が澄んでて景色もすごい澄んで綺麗ですよね。つーか、まだ時間が2時間近くあるんで、それまでどうしよう。とりあえず触れ合いの家でも行こうかな。あれ、雪路肩に雪があるんですけど、うわ急に寒くなった、寒い。うわ今日やっぱ天気いいからバイクの数もすごいな。はい、じゃあね、ふれあいの家に着いたので、ちょっと休憩しようと思います。はい、今ねふれあいの家を出てイルミネーションを見に今、宮ヶ瀬湖畔の方に向かっていますですね、ふれあいの家でなんとバイクのローゼの深夜さんとお会いしまして、まあ偶然ですね、本当偶然にお会いして、今ね実は僕の後ろに、深夜さんが走ってます急遽ね、深夜さんと男2人で、宮ヶ瀬湖のイルミネーションを見に行きたいなと思いますはい、
うわめっちゃかっこいいっすね。並ぶとなんか変な感じですね。そうですね。もうめっちゃ入れてますね。僕もまだ大丈夫。こんなに混むと思ってなかったですね。やばめです。こんなに混むんですね。いやーすごいなイルミネーションが。これは予想よりはるかを上回る凄さだ。いやー到着しました。思ってた以上にすごいっすね。なんか屋台とかもいっぱい出てたし、じゃあ行ってみましょうか。めっちゃすごいっすよね。これやばいですね。すごいな。シーヤさんのこと。撮影しているシーヤさんを撮るっていう新しい。そうですね、撮影しているのを撮られてるけど俺は撮影をしてる。でもエスプレッソさんの方を向けるとモザイク処理が見えません。結構あっちやばくないですか。あっちやばいですよ。あれやばいですよね。あれはディズニーランドのびっくりですですね。ディズニーランド の最後のエレクトリカルパレードみたいですね。はい、わすごいな。これはいいですね。ハートマークですよ。ハートマークですね。どっちがいいですか。じゃあ僕赤い方ですかね。じゃあ俺青で。なんか虚しくなってきましたよ。ですね、スノーマンみたいなやつ。サンタみたいなやつ。でそこがあれですね、30メートルのクリスマスツリー。はい、おお、あ、なるほど。行ってみましょう。はい、行きましょう。あのでかいのが、あれがツリーです、ね。30メートル。気をつけてよ。すごいな。すごいですね。はい、じゃあ、ミヤト。めっちゃ長い。ミヤト。あの橋は渡らなくていいかな。遠いっすね。遠いっすね。まあ、女の子がいたらね、まあ、一緒に歩こうとか言うんですよね。切ないっすね。あ、幸福の鐘がある。俺、二人でやったら結構きついっすね。きついっす。ある意味、元ブログ界に革命を起こせるかもしれないです。大事なものを持ちなくてですね。いやすごいな本当に LED の数が。深夜さんの 14R がこの中にあっても、ね、違和感ないと思いますよ僕。あれも思いっきり、まあ、イルミネーションですからね。そうそうそう、あのピカピカ光るやつ、ね、確かに置いときますか。ギラギラ光らせて。違和感ないっす。深夜さんです。どうも。バイクの窓の深夜です。今ですね、なんすか、現地レポですか。宮ヶ瀬イルミネーション、ね、エスプレッソライダーさんと2人で来てるわけなんですけども、なんで何回も言いましたよ、3回言いましたよ、なんで男2人で来なきゃいけないんだっていう。そうですね、そう本当あの深夜さんファンの方申し訳ないです。そうですね、クリスマスのデートということで、まあいろんな誤解をねされるかもしれないですけど、まあそれそれで面白いんで、コーヒーでも飲みましょう。はい、乾杯。俺は動画にしなかったですね。ちょっと待ってください。今日お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。乾杯。ちょっと待って、ピントが合わない。
LED が邪魔してこれやばいですね。お揃いの兵庫のジャケットで。そうです。コーヒーうまっ。コーヒーうまいっすよね。じゃあ行きましょう。よし。はい、今ね宮ヶ瀬のイルミネーションを見てきて、まあ帰り道になります。前を走っているのは深夜さんですね。本当にね今日一日僕の無茶ぶりに付き合ってくれて本当ありがとうございました。まあ男2人でねイルミネーションを見に行ってちょっとね虚しかったっていうのもあるんですけど、けどね楽しかったですね。意外とね人も多くて、結構賑わってて屋台もねいっぱい出てたのですごい楽しかったですね。あとね深夜さんとデートもできたんでね本当楽しかったです。本当ありがとうございます。深夜さんのチャンネルは本当にねためになる、内容で、あと喋りも上手ですごいねイケボだしね、見てて癒されるんですよね。なのでもしまだ見たことないよっていう方がいらっしゃればぜひねご覧ください。おすすめです。はい、本当今日はありがとうございました。めっちゃ無茶ぶりですいませんでした。ありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。気をつけて。今日は宮ヶ瀬のイルミネーションを見に行く予定だったんですけど、まあ思わぬハプニングというか嬉しいハプニングというか、深夜さんとお会いして一緒にイルミネーションを楽しむことができたので本当楽しかったですね。本当来てよかった。じゃあ今日はこの辺でお別れしたいと思いますので、最後までご視聴ありがとうございました。エスプレッソライダーでした。じゃあね、バイバーイ。